島市の秋を彩る尾張津島秋祭りは10月1日最終日を迎え、中心街に山車が集結するなど荘厳な雰囲気に包まれた。コロナ禍の影響で通常規模での開催は4年ぶり。各町内を練った山車は午後津島神社に集まり、からくり人形が逆立ちをして鐘を鳴らすなどの演技や、車輪を浮かせて回転するしゃぎりの技を披露した。石取祭り車は太鼓や鐘などを打ち鳴らして勇壮な祭りを演出し、観光客は大きな拍手を送った。ご了承のほどお願いをいたします。じゃあ屋根下ろして。